私は男性には全く興味がないんで。じゃあ俺があんたの初めての男になってやるよ。美しい人には覚えてもらわないと。おお、尾崎君、お疲れちゃう。やっと私の会社のツートップが会えたわけですか。冷凍のこの僕がトップでしょう、社長。こんなすぐ熱くなってしまう人にトップは務まりませんよね、社長。タバコ吸いすぎですよ。力ずくで押し倒そうなんて。円谷さんは王子なんです。みんなの憧れの王子様なんです。僕に奪われるんじゃないかって心配ですか。立っちゃったんですか。血でも出ちゃいましたか。出てねえし。あなたの方が私に惚れちゃってるみたいですよ。ごめんな、嘘ついてて。あーん、ね、こういうの好きでしょ。好きじゃねえし。どっちもどっちですね。だな。